ました。研究所に来て、研究所に来てねって言われた。君にプレゼントしようって言われた。くれんの？やったくれるんだ。せっかくだよ。ニックネームあ、いいえ。初めて見た女子の子。初めて見た女子の子。それに私が見た時に決めた子に付き合われた。わずか6を見た。ピッパ？ピッパ？ピッパ？私のポッチャは君に任せよう。
賞もらった。おー、なんかお母さんからいっぱいもらえる。それに私が見たところ、君とポケモンとの間にわずかながらも絆を感じる。だからそのナイトで君に任せようと思った。あなたがポケモンに同意しててよかったり、そうでなかった。あー、やめる。ごはん。そしてさて本題だ。君に頼みたいことがある。私の名前は七日まで、僕もの研究をしておる。まず、新大地方にはどんな国があるのか、その全てを知っておきたい。そのためには、ポケモン図鑑に記録していく必要がある。そこでお願いだ。ポケモン図鑑を特殊な新大地方に行って、全てのものを見てくれ。はい、いい返事だ。シモはポケモン図鑑をもらった。ポケモン図鑑もらった。ハイテクな。だからシモンはいろんなところに行って全てのものを出会ってくる。へえー、ポケモン全部見つけるんだ。私も同じもの持ってるの。ポケモンと一緒に201番道路を歩いた時どんな気持ちだった。私は生まれて60年未だにポケモンと一緒にいるだけでドキドキする。いいか、世界にはとてもたくさんのポケモンがいる。つまりそれだけたくさんのドキドキが待っている。さあ、来たまえ。今、シモンの冒険が始まるんだ。私が最初に使ったポケモンはポッチャマだ。もしあなたが別なんでポッチャマを選んでいた。私たちお揃いだった。水鉄砲を覚えたんだって。水鉄砲を覚えました。おお。X ボタンでメモ。ちょっと X ボタンでメモ。ポケモン回復させます。シモンはパソコンチェックした。いわゆる専門用語とか、学術用語とか難しい言葉。